ソタニ、フリル、おもんね。今のオリクに1点は重すぎる。いつも先制点取られるよな。先に点取られると負けるんだよな。今のオリックスが3点取り返す力ねえし、打線がひどすぎる。西野とかギボみたいに球数投げさせるやつおらんのか。大外外してるし。今の楽天は何回か抑えたからってずっと当てて勝てる相手じゃないわ。打線が投手に連戦しとる。打ち直しいただきました。負け、3点なんか絶対に取り返せんから負けやね。ほな。ああマスターは嫌いじゃないけどやめてよ。1勝2敗をコツコツこなすだけのチーム、打たれ出すと止まらんの。なんなん。早く再開になればええわ。わざわざ来てくれた現地民のために盛り上がりどころは作れよ。1失点で追い込むや主人のせい。現時点で一番弱いチームって中島言ってたろ。楽天は去年後半から打撃陣は将来性もあってええの。トーマスと元は見切れ話はそれからや。もう山下投げさせたらええねん。うちはヒット出てもボが繋がらんから相手は楽よな。平井の方が良かったんじゃね。3点くらい取り返したれよ。楽天に当てすぎて外にも慣れたのだろう楽天。ご視聴ありがとうございました。